KISS latest traffic. Road conditions in the metropolitan area. 第二神明道路で逆走車に伴う事故の処理が行われています。第二神明道路は姫路方面に向かう西行きの高丸インターの手前の途半車線で乗用車と大型二輪車の事故の処理が行われています。ご注意ください。なお西行きの須磨と妙谷の間で行われていた逆走車に伴う通行止めは先ほど午後5時53分で解除となっています。代わって阪神高速道路は3号神戸線や5号湾岸線など全ての路線にわたってスムーズに流れています。山陽道や中国道、名神高速など関西地方の各高速道路も目立った渋滞はありません。神戸淡路鳴門道も上下線とも順調に流れています。続いて加古川バイパスや姫路バイパス、大志辰野バイパスも東行き西行きともに車の流れは順調です。ところで現在全国に緊急事態宣言が出されています。不要不急の外出、特に大型連休期間中の県をまたいでの移動は控えてください。なお万丹連絡道路では来月6日までの土日祝日の休日割引は行われません。以上 JATIC の内田でした。